え次、高校3年です。現在、偏差値40くらいです。本気で勉強すれば、京都大学に行けますかうんと、本気だったら言えると思います。本気の度合いによると思います。 人間って16時間ぐらい起きてるので、その16時間をマジで勉強に費やすのであれば、不可能ではないと思います。ただ、あの、間違った勉強をしても意味ないと思うので、ちゃんとしたガチのきちんと教えてくれる塾に行って、で、あと、家庭教師をつけてください。勉強の仕方が分かってる人で、あなたに合わせた方法をちゃんと教えてくれる家庭教師と、塾と両方行ってください。では、塾って、こうやったら行くよねっていう、あの、正しいやり方を知ってるのと、あとその家庭教師の良し悪しがあるので、 家庭教師が間違ってると、いくら勉強しても間違った方がいくんですよ。で、塾は、ある程度の塾はちゃんとした方向があるので、その方向は合ってると。なので、家庭教師がやばい場合にやばいって分かるために塾に行ってください。ただ、自分が学んだことはもう学ぶ必要もないし、苦手な部分はちゃんと集中してやった方がいいと思うので、家庭教師はつけた方がいいと思います。なので、あの、努力と金両方必要なので、親を説得してください。 えっと、頭悪い高3です。春から法学部に通うのですが、将来像とか特に抱いていなかったので、この前風呂入ってる時に色々調べたんですけど、特に光るもの,のるものがありませんでした。おすすめの就職先、業界等があれば教えていただきたいです。あと、大学生活頑張れていってほしいです。大学生活頑張ってください。IT 系行くといいですよ。あの、給料高いんで。 え現在高3の受験生です。私は結界コール才能かける努力の量かける努力の質という考え方に沿って受験勉強やその他の取り組みをしてきました。この式に間違いや訂正があれば教えてください。またこの考えは社会に出ても通用しますかうーん、まあ、方向性は大体合ってるとは思うんですけど、実は才能が努力の量と努力の質に対する変数でもあるんですよね。 努力ができるタイプの性格に育ってるというのが才能なんですよ。で、さらにその努力の質に関しても割と性格が、あの、影響するので、なのであの、才能の占める割合が世の中結構多いんですよ。で、今高校生なのであんまそこまで意識する必要ないんですけど、あの、受験レベルであれば基本的には才能がなかったとしても努力すればなんとかなるんですよ。ただその、じゃあ、オリンピックで金メダルが欲しいですとかになると、もう努力の質とか努力の量を いくら上げても才能がないと無理なんですよ。そのじゃあ NBA のバスケットボールのプロプレイヤーになりたいとかになると、もう身長190以上ないと不可能なんですよ。まあたまに180代の人でプロボスバスケットボールになれる人もいますけど、じゃあそのトッププレイヤーとしていけるかっていうとやっぱ無理なんですよ。なので、で、あの、遺伝で決まるんですよね、身長って。 なので、割とその遺伝子で決まる部分、才能の部分っていうのが結構あるので、その、学校のうちはその式で、あの、要は才能っていうのはそこまであの、必要ないので気にしなくていいんですけど、本当に世界のトップレベルを目指しますとか、あとその社会に出てくると、結構才能が出ちゃうんですよね。あの、前にも話したことあると思うんですけど、双子で、その、 生まれた子供の兄と弟がたまたま別の家庭にもらわれていきました。弟は割と貧乏で勉強もしないような家庭にもらわれていって、で、そんなにこうパッとしない学歴になって、まあパッとしない仕事をしていますと。で、兄の方は割といい家庭に育って、いい教育を受けてっていうので、で、いい会社に入りましたってなるんですけど、その最初のうちのスタート地点、社会人スタート地点っていうのは、そのいい教育を受けてなくて、パッとしない会社に入っている方の弟っていうのは給料低いんですけど、だんだん年取って45 0ぐらいになると、 給料のななくくってくるんですよね結局その社会人になってから物事を処理する能力っていうか知能指数の部分っていうところが割と重要になってくるんですけどその部分は割と遺伝で決まっているので 結果として、その、スタート地点で環境が悪くて、学歴が悪くて、変な仕事からスタートしたとしても、それなりにその、知能質高い子は、あの、ま、仕事で結果を出したりとか、取引先増やしたりとか、転職して給料上がってきたりっていうのがあって、結果として実は給料良くなっちゃうっていうのがあるんですよね。で、逆にその、才能はないけど、ま、あの、家がお金があって、いい先生がいて、なんかいい学歴たまためられて、で、学歴がいいからたまたまいい会社に入りましたっていう人でも、40ぐらいになると、能力がなくていい会社にいるだけな なので、給料上がんないし、役職も増えないし、あいつ無能だよねって社内の中で言われて結構不遇になるっていうのもあったりするので、才能マジ重要っていう、あの、こうね、あの、ひたすら救いにならないことを、あの、まあ、あの、事実として一応そういうのがあるらしいので、あの、若いうちに知らない方がいいかもしれないですけど、世の中そうらしいですよ。